乗っていいですか？あ、どうぞどうぞ。すいません。Thank you.
肩になって稲の状況に使わなく
てしまうという悩みがありましたけれども、この可変性カードを使っていただければ、土壌使用不動と作業頻度を計測して使う率自身で肥料をまく量を調整してくれるというものなので、栄養が全て均一になって稲の消費を防いでくれる、収量安定につながりますよというとても嬉しい使う率なんですね。無駄に肥料をまくことがありませんので、低コスト、低コスト削減にもつながるんです。